今日の作業は屋根の上に乗っかってる温水器の撤去工事です。で、今から向かいたいと思います。現場まで。よし、行こう。朝コーヒー。よし、これ飲んでちょっと気合い出すか。いや、高さがある。二段橋も届かないから軽トラックの荷台に乗せました。 4枚か。4枚か。ロープ持ってきましたよ。じゃあロープの上で上げるしかないね。これ13ミリですね。13ミリ。どっから外すか。スプリットこれ外したさっき。これ1枚外して、軽い湯ならこのまま下ろしちゃいましょう。これ重い1枚が。だからこの枠外して、ここら辺でなんか押さえる方法ねえかな。枠外してガラス外しちゃえば。ガラスここで取れば。あとはロープ付けで下さ下ろしちゃいましょう。ガラス。一回ベランダがベランダでも構わないし。いや、こっち取っちゃいましょう。いや、こっちあれすればこっち滑る。じゃ。ここまぐりますんじゃ俺。だから待って、これがこれでっからこれこっちにしよう。ロープかけるしかねえか。いや、まだいいな。よしよし、オッケー。危ねえぞ。総裁と危ねえぞ。今度上がっちゃった方がいいですね。それで中途半端で重いです。危ねえよこれ。やっぱこっちとこっちロープ掛けでどうに下ろす。いや、ガラス1枚下ろすので汗かいた。熱い。いや、これも重いのかな。重いな。重いな。前僕これ長っとったもん。バラしちゃいますか。落ちました。落ちられるとこれ大変だとな。2枚目のガラスを下ろし終わりました。はしごの上から下ろしてます。これだねが俺ね、無理だ。無理だ。いやいや、この子は鳥の巣だ。うわぁ、葉っぱだ。ん、鳥の巣だ。瓦が汚れてるから滑る。あれ、ダメだ。大工さん任せました。ダメだ、危ねえだ。あと1枚ワグ取れました。ワグ次ガラスをスポッター外して下ろして本体を下ろしております。落ちたな。あとその土台2本外してホース外せば終わりです。